This program is the Nawak of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wu. Moecaf TV.皆さんおはようございます。おはようございます。28日、12月28日です、はい、今年最後の、ガーデン八潮です。はい、ガーデン28日、はい、ここ数ヶ月連続ですね。ありがとうございます。メガガーデン八潮の28日といえば、はい、やる。うわー多い。この前あそこまで U ターンしてる時にはもうゴスロッツってたもん。マジ、うん、うわーやる、あの寝坊のせいで。ヤロさんおはようございます。50番の人はね、7時半とかから来てる。1番線とか5時45分。なんでそんな早く来る人かな。おはようございます。ヤロです。新作やん、これボブス。これブスやん。ボーイズスタートボーイズスタート。おはようございます。おはようございます。おはようございます。花子、おけど近いじゃん。あ、絆じゃない、もう一個向こう。あ、じゃあこの辺じゃん。え、もう打てないじゃん。打てないじゃないの。俺モンハンだったら打てないよ。俺大丈夫、動画モンハン撮っていいの。いや、まずいよね。全編モザイクどうする。今日でももったいないよね。ああ、だって移動したら多分取れんよな。そうでしょ。お待ちくださいませ。動く。じゃあ隣に移動しよっかな。モンハン打つ。問題上動画の性質上1台隣に連れて、まあ、バケとモンハンという並びになりましたけど、何事もなく1枚やな。挨拶代わりの1枚やな。あ、どうしたの。ああ、そうそう、無理なんだよもう。
前の寺。セブフラだ。
よし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 いいよいいよ。よし。よしよしよし。最終ゲームでスロットゲア。何枚乗ったんや。620枚。よし。これで1800枚はいくない。戻せるよ。戻せる戻せる。もう薄いとこ引いて負けるのはやめにしよう。よし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 。もう一回フリーズするかと。全部揃え。よし。下がるのか。こいつにかけるわ。レアルさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。バケ、バケ打ちの、4万1000からの2200枚、でその後は、2万4000か。
玉で負けた。玉で負けた。まあベタピンではなかったって感じかな。スロットは戦えたんだけどね。稼働がやっぱね、いつもにも増してやったけんだ。あんまりひりついた感なかったのに、そんなに入れて結構戻してるって感じだね。そうなんよ。その割にその間に全くドラマがなかったの。面白くね。そうそうなの。あの入れた甲斐もないし。そう。でもちゃんと弾けてるやん。まあね、そうなんよ。ちゃんと弾けてんのよ。だから最近ずっとそうなんよ。でもまあ結果負けみたいな。負けないよ。いやマジでだからこれが12月だろうなって俺は思ってる。あその入り口に立つのにやっぱ伸びない。もういいとこトントンみたいな。うん、トントンやっぱ500枚プラぐらいのこの刺さんない感じ。12月ですね。これはもうね設定とかじゃない12月っていうモード、うん、じゃあ何かな。まあパチンコ行くのもそれで当たらんのももう本当運やけんね。そこは宝くじみたいなもんで、ね、最後のパチンコはまあ入れすぎたわ。回らんがゆえにちょっとクソってなってしまったのはある。まあけどもう弾は打っちゃいかんってことは分かったわ。それを胸に明日はちょっと最初座る台の感じですよね。こうして一歩ずつ成長していくんです。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだってね。200はやってる。未だに日々勉強日々勉強。同じ話多分ね、あの20回ぐらい洗ったらしてるしてる。だって今日も7万入れてんだよね。そうだよ。入れてる感が全くないのが怖い。一番怖い。そうやろ。俺も思った。そんな入れてんだって。いやだから朝一だからないよ。余計に感覚ないのが。そう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 。昼から4万入れるのと朝一。違う違う。一発当たるまでで4万入れるの全然違うもんね。一発は当てない感法則みたいなのあるもんやっぱ。なぜかその使命感ないのにそんなの、ね。やめてもいいのに。いやリセットかどうか確認するためみたいな。怖かったね。しても分からんのに。リセットどうやったらリセットかすら分かってないのに。なんならなのになんかね。なんやろうねあの感じ。無駄な知識があるとみたいなやつ。そう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 やね。その中級者あるあるというか。初心者だとねフィーリングとかね。まあ初心者こそねやっぱ当たるまでとかあるけど。初心者なんじゃない俺。初心者だよ。永遠の初心者だよ。こんだけやってんのにまだメンタルに作用されるし、普通メンタルが鍛えられてさ、うん、いやこれは打っちゃダメだとか冷静な目を持ってね。まあカーってなるやん。すぐカーってなるよ。だから永遠の初心者。俺だって200数十回やって剣とか一回もしたことないから。マジで。ですよね。あったら打つし、ね。ああ、あったら打つけんね。それ呼びながら店も。捕まる。これすぐ警察。あ、覆面パチスロ警察は普通のパチスロ警察と違って何をするかっていうと、やっぱ実際に打ってみてマイクパフォーマンスとかでそういうシステ設定したとかそういうイベントみたいなことをしてないかなっていうのを調査するのが覆面パチスロ警察です。よってアウト。ダメダメ店名出すね。でも今日スロット流した後店員さん4万。わかんない。俺うち行くの人間で知ってて言ってんのかどうかわかんない。多分気づいてないって言ってんだろうけど、よかったら今日パチンコも頑張ってますんでよろしくお願いしますって言われて、パチンコで頑張った結果よ俺。